どうも皆さん、こんにちは。久しぶりでございます。今回はね、フェータルフィードにあるこの畑、実はこれ中に入れるんですよ。やばくね。なのでね、みんなにこの中に入ってもらってかくれんぼしていきたいと思います。鬼はこのめちゃくちゃ怖い、スキン畑をね、クワで壊していき、一番最後に見つかった人が勝ちになるゲームでございます。それでは皆さん、やっていきましょう。あとね、ちょっとカメラがぼやけてて、すいません、本当に。すいませんでした。それでは皆さん、鬼ごっこやっていきたいと思います。そしてね、あの3人がね、隠れるんですけど、探していきたいと思います。それでは準備 OK?OK! 準備 OK! それでは、隠れの僕、ちょっとこっち向いてるわ。僕、カズと近くに行こうかな。あとね、僕の目的は草を壊していって、できるだけ早く見つけることでございます。そして最後まで生き残ってた人は勝ちということですね。カズ、ハロー、カズ。もういいかい?もういいよ。あ、もういいよ ?OK。もういいかい?もういいよー。OK! それではね、バレバレですよ、皆さん。ここはまっすぐ。え、聞こえる聞こえる。まっすぐ行ったよね。これどんな足音?多分ね、まっすぐ刈ってあります。見つかっても動いてはダメだからね。怖いこれは。お、あれ?え?意外といない。え?いない。あ、バレないか?あ、カズ見えた!え?嘘。まあ、なんだよ。じゃあ、鬼じゃないじゃん。ここを。カズをビビらせようとした。カズ大丈夫か?なんか無言だぞ。おっとカズ怖がってんじゃないの。じゃあ2つ切るか、もう一気にこうやって。あーだー、誰か来るか。おっ、えぇ、バレバレだぞ。ここだ。違った、ここか。ここだろ。全く当たらないっていうね。え、これの勝負は僕とカズとケンゾ、誰が一番最後まで生き残れるかが勝負です。そうだね。最終的にはどうせ見つかるからね。え、全部壊してもいなかったら面白いけど。待って、違うところに隠れ、え、本当にいなくね。ここか。ここ絶対ここいいよね。いない。え、待って、めっちゃ壊してるよ僕。え、待って、本当にいないんだけど。待って、え、誰もバレてない今。まだバレてない。え、僕半分以上切ったからねこれ。よし、じゃあまた直線に行ってみるよ。ここだ。え、怖い怖い。直線、おっ、やろ。あ、よし、トム、再開。お疲れ様です。空中から見たけど、結構切り落としてんだね、もう。ね、結構、運良かったよ、みんな。まあ、僕の運が悪かったとも言えるよね。おい、エンドホイ。どんどん離れていくぞ。え、じゃあ僕、ジュンと一緒に進んでいい?いや。イェイ。よし、あなたは、僕のピクミンさん。ここをまっすぐ行くぞ。トム、どっち行く?右、左、まっすぐ。どっちだ?トムに行ったらダメでしょ。トム、分かってるか。あ、そっか、トム分かってるのか。ケンゾー左にいるよ。いないじゃん。罰としてまた殺そうかな。やめろ。え、本当にいないんだけど。いなくね、本当に。ここだ、ここだ。僕は場所分かってるから言わないけどな。ここちょっとね、怪しいよね、ここ。はい、まあ、やっぱ端っこから切り落とした方が良かったんじゃないじゃん。そうだね、なんか適当に全部切ってるからあんまり当たらない。お、ここの、ん、ここの1個が怪しい。これが怪しい。あらら、近くにいる。足音聞こえる僕の。今誰か、まあ言わないでおこう。あ、なんだ、多分リプレイでわかると思う。なんかヒントが、ここか、ここか、ここか、ここですか。お疲れ様です。いや、ケンゾそっちに向かってたから。逃げるのダメだぞ。ケンゾ、エモートで呼んだ、エモート、エモート。まあ、数を探すか。数を探さなきゃいけない。僕を探してみろ。トゥンドゥルンテ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 ン。探すのは心で探すって言うじゃないですか。なるほど。そして数はね、僕の弟なので心が繋がってるんですよ。おう。ここにいます。ここにいますよ。こちら。ついてくぞ、ケンゾ。絶対にこっちにいる。100% こっちにいる。数ここにいなかったら、何でもします。ごめん。いたー!やっぱりいたー!いたー!僕は数のために死ぬ。数。あー!ノー!全米が漏らした感動の兄弟ストーリー。映画公開2031年12月28日。まあ1位カズ、2位ケンゾ、最下位僕ということですね。これめっちゃ勝ってんじゃん。もうすごい。2試合目やっていきたいと思います。今回ね、また僕が鬼になるんですけど、もし隠れる方を見たかったら皆さん高評価お願いします。死ぬ準備はできてるか。隠れていいの？どうぞどうぞどうぞ。僕ちょっとここに、いやー、入れー。
よし、今回絶対僕勝つからな、見とけ。僕は準備できました。準備できました。カズくん、僕もできました。できたんですか。これはこれはこれは頼もしいですね。かかってこい。ふぅ、なんかこれ音が聞こえるから隠れる側怖いよ。マジ、ね、クソ怖い。畑の神様よ、僕に運をください。そして頼みなかった。2位とかになったらカズく優勝確定じゃん。あ、そっか、ほんとだ、確かに。頑張れカズ。ねえ、あのさ、ねえ、お前、お前僕にレーダーつけてるだろ。バレたか。これハック、ハックって言っても神ダンスを見てくれ。なんで、感動すると思う。なんでリモコン持ってんのあなた。これって動いてはないでしょ。今、ちょっと僕を倒そうとしたでしょ。ひどー。ねえ、僕下手すぎだろ、このゲーム。なんか運が悪いね、トム。よし。カズと僕のバトルだよ。そうだね。よし。ここもいないんか。これって動いちゃダメなんでしょ。そうだよ、動いちゃダメだね。こっちに行きたいと思います。まあ、二人とも幸運を祈るぜ。バーン。バラバン。バラバッポンパッ。あ、パッパッパッ。あ、終わったよ、パッ。え、自爆した。今、ケンゾーを見つけたぞ。じゃあ、俺の勝ちだ、俺の勝ちだ。カズうまっ。じゃあ、頑張ってカズ探せ、ジュン。オッケー、なんかめちゃくちゃ、全く勝ってないのに、二人見つけちゃったけど、カズを探したいと思います。今回、僕とケンゾー運が悪かったのかな。いやだと思うよ。運じゃない、スキルだ。俺らはまだ練習が足りない。まあ、実力か、これは。じゃあ次回のために2人は修行しないといけないですね。ここ、ま、あそこにいたら面白くない。あ、いない。あ、ここはいない。じゃあこの家を爆破する。その中にいたら、消えた。その中にいたら面白かった。さて、おっと、最後残りもね、ちょっと少なくなってきたよ。残り少なくなってきたね。あ、そっか、トモヤとケンゾーはカズがどこにいるのか知ってるんだよね。そう。え、こっち、ちょっと僕は教えられないけどね。ここちょっと怪しくないですか。お、そこにいたらやばいよ。ここだよね、やっぱり。あー、いないね。じゃあ、ちょっとずつエリアを分けていこうか。そうだね。まずはここだ。今回めっちゃ生き残ってんじゃん、カズ。やばいよ。カズ最後のやつがカズだったらもう、ジュンの負けってことにしようぜ。あ、いいよ。いいよ、いいよ。最後の1個がカズだったらもう。最後の1個がカズだったら、それはやばい。ここをこうできる。はっ。おいしょ。おー、いませんねー。じゃあ、こっち側、突っ張っていこう。よし。いませんねー。カズ、おっと、カズプロゲーマーかよ。え、なにこれ、カズ。いませんよ。おー、マジで。ここだ。え、お、違います。ここだ、ここだ。違いますね。ずん、お、やば。違います。集中させてくれ、集中させてくれ。頑張れ頑張れ。集中力が必要か。そう、その音楽が集中のため。ここだ。匂いよ。違う。おー、ここだ。やば。ここだ。え、どんだけバレないの。カズ畑にいなかったりして。それな、カズ、このポータフォートの中にいたりして。ポータフォートの中、ね、この2つに絶対いるよ。ほんと？いなーい。え、これやばいよ。え、待って、やばくね？待って待って。な、ここだ、ここだ、ここだ。やば。 What？ ここ、ここ。おっと、ここ、ここ。What？ ちょっと待って、ちょっと待って。 Oh my god！ え、じゃあ何が起きてんの？ちょっと決めるよ。え、待って待って待って。このエリア2つあるじゃん。これ最後の2つ？僕一つだけ選ぶよ。そこになかったら僕の負けね。オッケー。やばさ、みんなに説明していい？これ、ね、100個以上あるよ。そして一つだけの中にカズがいるんだけど、それが一番最後まで選ばれないって。ね、やば。やばすぎる。宝くじじゃん。一つを選んでくれ。じゃあ右か左行くよ。右か左。右か左。じゃんけんして、じゃんけんして、じゃんけんしますよ僕。じゃんけんすんの？じゃんけんで。一人で？うん、そう、一人で。悲しいな。パー右、パー右、グー左、okay. チョキがもう一回ね。オッケー。パー右、右だ、右だ、こっちだぞ。おー、こっちだぞ。おー、What？ What？ え、これ何？あと 何個あんのこれ？あと2個だよ。あ、待って、もう一回やろう。もう一回やろう。選んじゃって、選んじゃって。どっちにする？パー右、グー、グーだぞ、グー、左だ、左、こっち。おぉ！チェンロー！ノー！ノー！ちょっと待って、ノー！え？え？待って、え、ここにいるよね？ここにいるよね？いた！え？ちょっと待って、ちょっと待って！俺さ、最初クソビビったのは、俺ここに突っ立ってて、ジュンがこの的なりを一番最初に、ねえ、その真ん中横切る。え、これ何分の 1？ 100分の1以上でしょ、今のは。What？ え、俺神回だ。ちょっと、カズ、これは生かしておかないと。
だからもう順ノー倒そうとしたのに。それではね、おっ、T ポーズの変なやつ動いてる T ポーズ。今回も見てくれて本当にありがとうございました。ちょっと今回はね、畑の中で隠れもしてみたんですけど、やばい結果が出ましたね。やばかった。本当にやばいわ。それではね、皆さん、このみんなのチャンネルもっと見るとこにあるので、ぜひチャンネル登録してあげてください。そしてね、隠れる方のね、動画見たかったらね、高評価お願いします。そしたらね、またやりたいと思いますので。それでは、次の動画でまたお会いしましょう。3、2、1、アディオース。アディオース。